はいどうも、神仏応援団流です。今日はですね、いただいたご質問にお答えしたいと思います。はい、ということで、今日もですね、いただいたご質問にお答えしたいと思います。今日いただいたご質問はですね、ロッキーさんからのご質問。私自身もリュウさん同様、霊感がありしんどい時期がありましたと。スピリチュアルとビジネスは本来分けなくては、なりませんが、例えばこの神社に行けば金運が授かり、ビジネスとしてはこんなことをすることで小銭が稼げます、とかっていうところはありますかと、いうご質問ですね。どうですかね、この神社に行けば 金運が授かるという神社ですか。そうですね、まあ、自分はですね、その神社とかに行ってですね、この金運アップしますようにとか、恋愛運アップしますようにとかっていうのをですね、お願いは基本的にこうしないので、何とも言えない部分はあるんですけど、ただですね、今までその全国の神社仏閣を回ってですね、ここ の,、まあ、その例えばその神社さんで、ここはもう金運アップにいいですよって言われてるところをとかですね、まあ、そういうとこもね、もちろん訪れたことがありますので、まあ、その中で、そうですね、僕が印象に残ったというか、ここ、まあ、言ってみたらパワーあるな、ご利益ありそうだなって、感じたところがありますので、まあ、そこをですね、ご紹介しようかなと思うんですけども、まあ、例えばね、金運とかだったら、まあ、ネットで調べれば、日本三大金運神社とかって、まあ、上がってきますよ、有名なところはね。でこの辺はもう人がものすごく訪れたりしますよね。でその3つのうちの1つに、私の地元石川県にですね、金剣宮っていう、まあ、神社さんがあるんですけど、ここはものすごく有名で、本当にですね、お正月とか関東の方からですね、参拝に来られる起業家の方とかめちゃめちゃいたりします。はい、でまあ、有名なところはね、そんな感じになってると思うんですよね。で、まあ、そこのね、金剣宮はもともとその地域の、氏神さん祀ってる神社なので、もうあまりにも人が多いんですね。もうそもそも氏神様ですよと、いうことで、大変なことになってるというか、人が、ね、多くて大変になってるっていう、そんなところもありますね。はい、でそこをじゃあ金運がアップするのかっていう話ですけども、まあ、もちろんね、なんかそのなんだこう話題になってるとか有名どころはそれなりのこうちゃんとですね、こう理由があるのかなっていう気はしますよね。はい、でまあ僕の地元はまあそんな感じなんですけども、今まで行った中でですね、もうここ面白いなと、金運なら金運でちょっとパワーありそうだなっていうところがですね、神奈川県のですね、銭洗い弁天ですね。銭洗い弁天で、ここはですね、もう非常に面白い場所で、岩のところですね、こうトンネルになってまして、そこを抜けるとですね、神社の境内につながっていくと。で水場があって、まあ、蛇だったり竜だったりっていう、そういう、存在たちがね、まあ、うようよいる場所があるんですよ。でここはなかなかパワフルだなということで、そこもね、金運アップで今有名な場所ではあるんですけども、お金洗ってこのお財布の中に入れるとまた金運アップしますよっていう場所なんです。でそこもね、なんかこう洞窟みたいなところに入ってって、で水場があって、で、お金を洗うんですよ。でこの辺がね、まあ、パワフルでしたね。まあ、というか、まあ、この銭洗い弁天自体がですね、まあ、全体的にこうパワフルかなと、思います。で、じゃあ僕がですね、何かこうまとまった、お金が必要になりましたと、どこか神社をお願いに行くとしたらどこ行きますかって言ったら、おそらくこの銭洗い弁天僕行くんじゃないかなと、思いますね。まあ、パワフルでした本当に。なのでそうですね、まあ、金運っていうのでパッとこう
あのイメージが出てくるのはこの銭洗弁天かなって感じですね。他にもね多分あるんですけど、なんだろう、この金運アップとかっていう目で神社見てないんで、ちょっと思い、こういろいろ今まで行った中でここ金運がアップしますよっていう、リストアップしてですね、で思い出しながらエネルギーを感じればまたいくつか出てくるかもしれませんけども、今のところはですね、あの神奈川県の銭洗弁天、ここはまあおすすめなんじゃないかなと思います。まあ、ただですね、この本当に金運アップさせたいってなったら、お願いしない方は多分金運アップすると思うんですよね。なので自分はこういうことで頑張りたいと思いますっていう、こう自分のあのこれからのですね動きの、まあ、意思を宣言してくる方が、あのサポートを得られると思いますので、例えば銭洗弁天行ったら行ったらですね、金運アップしますようにとお願いするんではなく、私はこれからこういうことで頑張ろうと思います、よろしくお願いしますっていうお願いの仕方を言った方が結果的に金運アップするんじゃないかなと、まあ、思いますね。あれなんですよ、難しいところなんですけど、そうですね、まあ、金運アップしますように、お金がたくさん、もらえますようにとかって言ったら、お金がありませんって宣言してるのと一緒なんで、それだとそれを現実化、してしまうっていうかね、そういう可能性も出てきますんで、それだったら今その生活してる中で 今の自分がどれだけ幸せかっていうことを感じられるようになって、神社に行ってそのこういう意思を宣言してくる方がかなりの金運アップになると思いますね。なので例えばですね、毎日ご飯食べれない日ってあんまりないと思うんですよ、今の日本人で言ったら。なので毎日ご飯が食べられるとか、お風呂入れるとか、それこそあったかいお布団で眠れるとか、まあ、日本昔話のエンディングみたいな話になってきましたけど、まあね、またでんぐり返しても明日が来るよみたいなね、よくわかりませんけども、そういう毎日の幸せ、国が変わればこう食べることも眠ることもあのお風呂入ることも難しい国ってあるじゃないですか。でも日本だったらそれってほぼほぼあのできる方が圧倒的に多いと思うんですよね。でそれだけでも幸せだっていうことを感じることができれば、どこ行ってこう頑張りますのでお願いします、お願いしますっていうか、こう頑張ろうと思いますっていう宣言をしてくれば、それに対してのサポートが入って、でそれ今あなたはもう幸せですっていうエネルギーを発しているので、その幸せをより増幅するようなサポートが入るのかなと。でこれが本当の金運アップじゃないかなと思いますんで、もしせっかくですね、銭洗弁天行くんならば、その普段の生活の中の幸せを感じつつ、私はとても今幸せなんだ、恵まれてるという実感を持ちつつ、銭洗弁天に行ってこれからこうしたい、こうしようと思います、よろしくお願いしますっていう宣言をしてくるのが一番のおすすめです。まあ、ちょっと長くなりましたけど、そんなわけで神仏縁談ゆうでした。今 LINE で友達登録キャンペーンをやっております。あなたの友達登録お待ちしてます。